明日私は旅に出ます。あなたの知らない人と二人で、いつかあなたと行くはずだった。春まだ浅い信濃路へ。行く先々で思い出すのは、あなたのことだと分かっています。その寂しさがきっと私を変えてくれると思いたいのです。さよならはいつまで経ってもとても言えそうにありません。私にとってあなたは今も眩しい一つの青春なんです。八丁堂のあずさ2号で、私はあなたから旅立ちます。都会の隅であなたを待って、私は季節に取り残された。そんな気持ちの中の焦りが私を旅に誘うのでしょうか。さよならはいつまで経ってもとても言えそうにありません。こんな形で終わることしかできない私を許してください。八丁堂のあずさ2号で、私はあなたから旅立ちます。さよならはいつまで経っても、とても言えそうにありません。こんな形で終わることしかできない私を許してください。八丁堂のあずさ2号で、私はあなたから旅立ちます。はい、こんばんはね。今夜はね、あずさ2号を歌いました。2017年2月の3日、金曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。どうも、伊勢さんどうもね。まあ、お互いにお疲れ様ね。うん、で、土曜日、今週最初に言っておきましょうね。今週土曜日仕事ですからね。土曜日は仕事です。はい、どうもね。はい、こんばんはね。今夜はあずさに、こんばんはね。M さん、どうもね。ありがとうね。いつものようにさりげなく生存確認の一環としてね。で、今日ね、仕事帰りにちょっとお店寄ったらね、ちょっとうっかりしてたの。もう2月だもんね、もうね。3日で、で4日が夜が明けてね、やっとね、そうだね、2月からね、パン祭りなんだよね、パン祭り。おなじみの、もう早いもんだね、春のパン祭りね。早速ね、出し取ってきたよ。今日の仕事帰り、ちょっとお店寄ったらさ、春のパン祭りだったね。普通ね、お店、コンビニかなね。また可愛いね、毎回のこの子ね、うん。春のパン祭り。まあ、いつも通りでしたよ。うん、で、まあ、今後、知ってました、本当に。2月から毎年のようにね。2月、3月、4月とパン祭りだからね。はい。今月もこのお皿目当てにパンを買おうかな。このまあ、安い2、300円のもんだので、今回最初に買ったのはね、今年のパン祭り一発目はね、これ買った。これ結構贅沢に。ダブルソフト。はい。いつも通りよ、いつも通り似たようなもんです。うん、今回パン祭り、まず一発のダブルソフト。だからでかいね。3点だ、やっぱこれ。200円引くぐらいするからさ。
3点でした。いや、そんなやばくないよ。いつも通りよ。3点でした。明日の朝ごはん食おうかな、これな。朝ごはん。まずパン生活。はい。ね、これ、何も作らないとうまいもんね、これね。パンね。じゃあ、明日の朝ごはん食おうかな、これね。ね。ね、ロングシットだ、ずっとあんもんな、これね、結構ね。今回これね、どうもありがとうね。もううっかりしてたって感じ。もう2月3日だもんね。まあ4日だけど、週業が明けて4日だけどさ。ああ。今年うっかりしてたね、ほんと。全然僕、今日お店行った帰りに仕事帰りに店行ったらさ、ああ、そうなんだなと思って。パン祭りなんだなって。絶対あれ山崎ってさ、この期間でパン売ると思うよ。絶対そうだ、あれ。だから続いてるんだと思うよ、パン祭りってずっとね。春のパン祭り。普段買わなくてもさ、買うもんね、山崎そんな。はい、そんな。はい、そんなわけで、今夜もね、行こうかな。熱燗飲もうかな、熱燗ね。今夜もね、燃料やるコールでね、しましょうかな。アルコール。ただ。よし、じゃあ着火しましょうか。これちょっと缶酒いきましょう。ほんのアルコールバーナーね。じゃあ熱燗セット持ってこようかな。熱燗セット持ってきますね。こんな感じで行きましょうか。いつものトップで、はい、今日はこれだ。今日もこれ1号ね。神崎行きましょうかね。神崎行きましょう。どうも。今日はいつもより早かったよね。どうも。完全開始、行こうか。で、今日はね、完全メダ手軽に、夜遅いんだけど、手軽に鶏肉のオリーブ煮かな、今日は。今日は鶏肉のオリーブ煮にしましょうか。鶏肉のオリーブ煮ね。まあいつもの、まあ80円くらいかな、あれプラスワンで買ったやつだね。マルハニキロの缶詰、鶏肉のオリーブにね、こういう箱入っててね、売れないやつでね、あれプラスワンショップでさ、安く売ってんだよね。それね、これじゃあ一緒に湯煎して、はい、じゃあこうやってね、今日は一緒に湯煎しよう。じゃあ一緒に湯煎して、こうやって行きましょう。どうもね。一号ね、十分よ、これで。お手頃よ、これも90円ぐらい。今日も安上がり。これで200円以内だよ、余裕で。おお、安い。200円以内だ、これで。200円以内。
安上がりでしょうが。ほんと、ね、マルハニチロって売れないんだろうな、きっとこれ。マルハニチロっていろいろあるけどさ、ね。こんなの2、300円で売れるわけないよ、こんなのな。うん。80円ぐらいで売ったんだ、簡単だな、僕、プラスワンだ、これね。鶏肉のオリーブ煮か、うまそうじゃないか。まあね、じゃあできるまで、こんな感じでしょうわ。これね。1号と缶詰、ね。今日はこれ。ちょうどいいね、これね。今日は熱い、熱々飲もうかな。そう。そう、底辺ですよ、どうもね。うん。さあ、できるまで歌いましょうか、今夜もう一回ね。今夜はあずさ2号です、あずさ2号。明日私は旅に出ます。あなたの知らない人と二人で、いつかあなたと行くはずだった。春まだ浅い信濃路へ行く先々で、思い出すのはあなたのことだと分かっています。ん？大丈夫？分かっています。歌詞がスクロールできないね。明日私は旅に出ます。あなたの知らない人と二人で、いつかあなたと行くはずだった。春まだ浅い信濃路へ行く先々で、思い出すのはあなたのことだと分かっています。その寂しさがきっと私を変えてくれると思いたいのです。さよならはいつまでたってもとても言えそうにありません。私にとってあなたは今も眩しい一つの青春なんです。8時ちょうどのあずさ2号で、私はあなたから旅立ちます。都会の隅であなたを待って、都会の隅であなたを待って、私は季節に取り残された。そんな気持ちの中の焦りが私を旅に誘うのでしょうか。さよならはいつまで経ってもとても言えそうにありません。こんな形で終わることしかできない私を許してください。8時ちょうどのあずさ2号で、私はあなたから旅立ちます。さよならはいつまで経ってもとても言えそうにありません。こんな形で終わることしかできない私を許してください。8時ちょうどのあずさ2号で、私はあなたから旅立ちます。
はい、今夜はね、あずさ2号を歌ってます。はい、どうもね。今日もありがとうね。まあ、何でも飲むけどね。はい、どうもありがとうね。今夜はね、缶酒と缶詰ですよ。缶詰。鶏肉のオリーブオイル煮っていう缶詰。ね。と、いつものいちご。もうまだね、もうちょっとね、暑い、あったかいの飲みましょうね。こんな感じでやってます。はい、どうもね。いや、まだね、まだ沸騰しない。もうちょっと、もう一回食べようかな。まだ沸騰するまで、もう一回。もう一回行きましょうか。今夜、あずさ2号です。あずさがね。あずさって誰を覚えるトンボね。あれ、トンボのあれさ、妹役があずさだったんだね、確かね、あれね。ちょうど僕、高校生のこのドラマね、トンボってね。金曜日やってたんだっけね、あれね。TBS 系でね。ずっと見てた僕、トンボあれ。金曜日楽しみだったでしょ。高校1、2年、3年、その辺かな ?2 年だったかな、ね、だったの。16、7の頃ね。面白かったな、あれな。ね。明日私は旅に出ます。あなたの知らない人と二人で、いつかあなたと行くはずだった。はるばだ浅い信濃路へ、行く先々で思い出すのはあなたのことだと分かっています。その寂しさがきっと私を変えてくれると思いたいのです。さよならはいつまでたってもとても言えそうにありません。私にとってあなたは今も眩しい一つの青春なんです。萩郷土のあずさ2号で、私はあなたから旅立ちます。都会の隅であなたを待って、私は季節に取り残された。そんな気持ちの中の焦りが私を旅に誘うのでしょうか。さよならはいつまで経ってもとても言えそうにありません。こんな形で終わることしかできない私を許してください。萩郷土のあずさ2号で、私はあなたから旅立ちます。さよならはいつまで経ってもとても言えそうにありません。こんな形で終わることしかできない私を許してください。萩郷土のあずさ2号で、私はあなたから旅立ちます。はい、今夜はね、あずさ2号を歌いました。どうも、いいね。はい、こんな感じでした。で、こんな縁もグツグツ言っていい感じだね。あ、もう缶詰行こうかな。まずこう鶏肉のオリーブオイルにね。今夜この缶詰一緒に、缶酒と一緒にね。鶏肉のオリーブオイルに。こんないいかな、いいかな。どんなのかな、こんなやつ。はい。じゃあまず箸持っていこうか。もういいね。箸持っていきましょう。
さいな、こっちの部屋に。はい。行きましょう。今夜缶詰でいっぱい。今夜缶詰でいっぱい。こんな感じになった。うん。本当だ、こんな感じだ。オリーブ。オリーブの実が入ってんだね。あともう飲もうか。缶酒もほぼコップね。火は止めましょう、もう。缶酒が入る。よし。じゃあ、扱いいきますね。今夜、この鶏肉のオリーブオイル煮と、コップ酒、缶酒です。はい、乾杯。どうも。これで今日一日はリセット。また夜が明けて明日頑張りましょうね。うん、こういう時に、4キロ入ってんだよ。コップ酒がいいね、やっぱね、これね。どうして安い居酒屋とかってさ、得意じゃないんだよね。1号って言うとさ、よくコップで出してくる。1号と1号のコップでさ、小皿敷いてさ、缶酒入れてくれるんだよね、あれ。立ち飲み屋とかだとね。だからどうしてもコップ酒って愛着があってね、こうやって減らない、飲んでるから大丈夫よ。うん、もう遅いからさ、遅い時そんなできないからさ、遅いからね。うん、朝ごはん、まあ、パン買ったからさ、明日朝夜が明けてね、パン食おうか。まあ風邪っぽいからね、寒気すっからね、温めて寝ましょうね。まあではだいぶ良くなったけどね。うん、ああよく見えてる鶏肉から。うん、ああうまい。眠れますよ、ちゃんと。眠れないことないよ。逆に疲れてよく眠れる、いつも。香ばしくてだからかもしれないけどさ。眠れないしなんかないよ、僕は。不眠症なんで僕には考えられないよ。眠れないしなんかありませんよ。いいね。どうもありがとうね。今夜も熱か飲んでますよ。うん、でもこれはでかい。1号じゃなくて 200cc のコップだけ投げたい容器だからね、多少1号だとね、余裕があって飲みやすいね、これね。ちょうど1号のカップだけならさ、いっぱいいっぱいだからさ、ね、やっぱ 200cc の方が使うといいね。ほんとね、もったいないもんね、コップだけの容器ね、これね。捨てらんないんだもん、だからこうやって使っちゃう。
だから最近はね、外でもね、パックだけ買うようにしてね、コップだけ買う。もったいないもんね。今夜はね、缶詰。こういった鶏肉の、見えるかな？鶏肉のオリーブオイルに。丸半2キロから出る、こういうやつ。鶏肉のオリーブオイルにです。見えた？見えた？鶏肉のオリーブオイルにを一緒にね、湯煎して、燗酒と一緒に、とっくりとこん中湯して、缶詰はいいね、こうやってね、一緒に燗酒と一緒に出てくるからね、湯はね。もうこれで最後一切れたらこんな感じにね、分かった、このやん缶詰。うまい。きっと缶詰だからね。おいしくいただきました。こんなもんだ。はい、今日は缶詰でした。まあ酒はあるからね。これでおしまい。もう遅いからな。またよ、痩せてないよ。変わらないよ。太ってもないし、痩せてもいない。体調変わりません。あれ、でも上野って知ってる？上野の知ってる？滝の宮、あれ。滝岡とかいうところ、あるじゃん、あれ。安いよね、あれ、滝の宮さ。その向かい側も、とか。大瓶1本400円とかだもんね。なんで安いんだろうね、ああいうのね。あそこね。まあ、冬場だからなかなか飲みたいの飲まないけど、その大瓶とかね。こんばんはね。どうも。あいさんどうもね。今日も缶酒です。もう缶詰。今日缶詰一緒に湯煎して、鶏肉のオリーブオイルに。今夜はね、こんな缶詰をね、鶏肉のオリーブオイルに。これ一緒に缶酒と湯煎して食べました。うまいね。今度ね、あ、行ってみようね、あれね、今度。竹岡。内房線か。内房線の竹岡のとこの。竹岡白山に食べに行こうかなと思って、今度。多分日曜も焼いてるみたいだもんね。ね、調べてね、ちゃんとね。あれ独特だよね、竹岡ってね。竹岡白山って。麺が乾麺もそうだしさ、あれね。すごいよね、あれ。あれちょっと気になるね、あれ、竹岡式ね。竹岡式のチャーシュー麺食いたい、あれ。煮込んだ豚バラチャーシューを食ってみてよ、あれな。うめえだろうな。いい感じで、今日これでおしまいね。そう、待機しようね。あったかいからこの部屋ね。こんばんはね、今日も。今夜も缶酒でした。ああ、でも安上がりだって、これ。缶詰これ1個、税込み80円ぐらいだもん。80円ぐらいで、これも90円ぐらいでしょ。まさに底辺でしょ、これ。200円しないんだもんな、これで。ねえ、200円しない。ねえ。90、税込みで1本90、いくらだから、これで。
これは税込みで80円ぐらいだし、これ。まあ、こうやって普段使わないのはね、週末アウトドアから。ね、連休になったらさ、登山行ったりするもん。登山行くの結構お金かかるからさ、あれ。奥多摩まで行くのにさ、あれ、1,200、300円かかるでしょ？あそこは鴨さん口もバスで600円かそこらだから、2,000円弱ぐらいかかるんだよね。そう、エアコンがあるんだよ、そこで、ね、見えかな、エアコン。エアコン入ってますしね、これ。アルコールバー使ってるしね。まあ、あったかいから、この部屋は。この部屋はあったかい。台所の方は寒いけどね。この部屋はあったかいんだよ。ね、そうよ、ほんと。だからね、普段はあんま使う。そのためある。休みの日のさ、アウトドアにお金かかるからさ。結構日帰りでもね、電車賃だけで5、600円かかるからね。往復でもね。安いとこでも往復5、600円かかるしね。そうよ。アウトドアだけど。でも、まあ、居酒屋行くと思えば安いからさ、アウトドアやめないよ、僕は。居酒屋なんて言ったらさ、2,000円あっという間だもんな。ね、日帰りアウトドアだったらさ、この間大井なんかさ、品川駅から歩いて3、40分だもんね。あれでも、電車品川だと、あれ、品川だったらさ、僕の場合は町屋だからさ、1駅1つ乗るけどね、1、2駅か。まあ、初乗り区から乗るけどね。乗って、日暮里から品川ね。多分一番安いと思うんだ、あれ。都心に住んでる人は分かると思うけどさ、電車の料金体系はさ、山の線が一番安いよね、あれね。だから、日暮里から品川まで乗って、品川から海っぺり歩いて大井ふ頭公園。あれいいよ、やっぱりね、最近。スーパー行く、あ、さ、近くにスーパー開いてから、そっちのイオンとかスーパーバリューとかあるけどね、あれ10時になんなら開かないからさ、なんか早く行った場合はさ、ローソンが結構あるから、あの辺、あのエリアって結構、ローソン行って買い物してもいいしね。8時ぐらいだったらね、スーパー熊なんでね。そう、底辺だから、もう生えてくるもんがないから。入ってくるもんがないから。底辺だから。底辺だからね、よかった、いつも。底辺だから。ね。はい、今夜も神崎お祝いいただきました。おやすみなさいね。じゃあ今夜この辺でありがとうございます。今いる人よかったら書き込んでくれますかね。おやすみなさいね。あ、15名さんありがとうね。いくさんどうも。ギモさんどうも。いきたさんどうもね。おやすみなさい。またね。飲み配信したじゃん、これで。どうも、どうもね。ギモさんだっけ？飲み配信じゃん、今したじゃん。もう、一号お味しくいただきましたよ。今日はね、これ、缶詰、鶏肉の、マルハニチロの鶏肉のオリーブオイルに、一緒に返して、温めて。おやすみ、また明日。土曜日ね、夜が明けて土曜日ね、朝ね、仕事なんでね、仕事から帰宅次第やりますんでね。ではまたおやすみなさい。ではまたね、終わります。どうもありがとうね。じゃあ今日はこの辺でありがとうね。終わりましょう。はい。じゃあ最後にもう一回歌って。最後にもう一回あずさんいい歌って終わろうか。明日私は旅に出ます。あなたの知らない人と二人で、いつかあなたと
行くはずだった。春まだ浅い信濃路へ。行く先々で思い出すのは、あなたのことだと分かっています。その寂しさがきっと私を変えてくれると思いたいのです。さよならはいつまで経ってもとても言えそうにありません。私にとってあなたは今も眩しい一つの青春なんです。8時ちょうどのあずさ2号で、私はあなたから旅立ちます。都会の隅であなたを待って、私は季節に取り残された。そんな気持ちの中の焦りが私を旅に誘うのでしょうか。さよならはいつまで経ってもとても言えそうにありません。こんな形で終わることしかできない私を許してください。8時ちょうどのあずさ2号で、私はあなたから旅立ちます。さよならはいつまで経ってもとても言えそうにありません。こんな形で終わることしかできない私を許してください。8時ちょうどのあずさ2号で、私はあなたから旅立ちます。はい、あずさ2号歌いました。今夜はこの辺でおやすみなさいね。はい、ではまた。